はい、こんにちは。そしたら今回もですね、今に行かせ PC、パソコンの方、今回はですね、富士通ですね、ライフブック。今回もこちら少し拡張、まずそうしたらですね、こちらの前はねほとんど後ろからでいいんですけど、ちょっと前の方見ていただきましょうかね。まずここですね、ここはまあこのようなものでゆっくり上げていただければ、ちょっと爪硬いんですけど、まあ、取れます。パチッと外してきて、ゆっくりですけどね、ゆっくり順番やってもらえば、あとちょっと爪をかわしていただいて、こういうふうに上げていただければ、まあここから何をするかというと、まあ基本的にはまあファンの掃除とか、まあその辺、まあキーボード交換、まあこの辺にはメモリーとかハードディスク一切ありません。そしてここはじゃあ戻しますね。はい、そして裏側は問題です。もう一つちょっと厄介なところ一箇所ありました。まずここでですね、まあメモリー、まあ、ビスはこの3種類ぐらいありましたかね。あ、基本的にはここに短いのが、ここは短いのが1本、あとはまあ全て同じ長さですね。それとあと気をつけてもらいたいのは、まあ、ハードディスクのところでここでカバーがかかってる可能性、まあ、シールがここに乗っかってて目隠しになってて開かないってことがありましたね。であとまずバッテリーをここからちょっと爪を起こしていただいて外す。そしてですね、あとその後ここのビスを取っていただいて、これをスライドさせていただければ、こんな風にここは取れます。ここを取れれば、ハードディスクはもうこことここと外していただいて、こちらへ起こしていただければ交換ができます。割と厄介なのがですね、ここの DVD、CD、ブルーレイなんかに交換する場合ですね。ここまあ安全ピンのようなもので出していただいて、このちょっと短めのビスを外していただいて、こちらに起こしていただいて、ここ外す。まあメモリーはここから簡単にこんな風にもう一本刺すとかありますからね、二段重ねというよりはフラット型に拡張していく感じですね。あとですね、これを外すのにあたってはですね、ビスとしてはいっぱいあるんですけど、基本的にはこの2つ取ればいいです。ここら辺にあるんですけど、あまり関係ないですね。ただですね、ここがちょっとこう起こし気味でこっちへスライドさせる感じです。ちょっと硬いです。それとですね、問題なのがですね、このまま外していただいて、外れるんですけど、こう、まあ、あとこちら、こちら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 外していただいて、またこの金属のトレーをつけていただいて、新しくこっち挿入していただく時なんですけど、ここがですねこういうふうに入っていくわけですね。こんなイメージですよね。ね、さっきここに、だからまあこれを止めた時にここでまあダブルで重なって これを固定する感じですね。それとまあここの2箇所で固定、だから3箇所固定なんですけど、ただこれも戻していただくときにですね、ここにも少し多分、まあ、強度かなんかを保つために金属のものが入ってます、どうも。ここに、そしてここでぶつかってしまうんですよ。入りません、一回出すと。なかなかそれでちょっと提案としてはですね、ここのちょっと最初のとこだけなんですよ。ここさえ入ってしまえばいいので、ここをちょっと丸く滑らかにいけるように少し角を取っていただいて、戻す時にね、ハードディスク、いやごめんなさい、 DVD と。そうするとこの丸くなったおかげでこういうふうに戻せます。これ最初ね全然うまくいかなかったんですよ。まあちょっと工夫ですね。少し丸くしてやれば全然入ります。そんな感じで拡張していただければいいと思います。まあこの辺は
こっちからですね、こっちから戻していただいて、こんな感じですね。これはこうと、こんな感じでこれの場合は大体のことができると思います。はい、ありがとうございます。